ボヌバールシュールアルクから、イズラン峠への道イズラン峠とは、フランスサボワ県グライアンアルプスに位置し、標高2770メートルとアルプス地方で、最も標高が高い舗装された峠である。イタリアとの国境にほど近い。峠としては、アルプス最高点であるが、舗装自動車道最高点は、ボネット峠付近の山腹にある2802メートル地点で、ある。 ツールドフランスのアルプスコエステージで取り入れられたこともある。バルディゼルとボヌバルシュールアルクを結ぶ道路における峠。この区間の道路は、冬季は積雪量が多いため車両通行止め区間となる。タランテーズ渓谷とモーリエンヌ渓谷を結ぶため、当時のフランス大統領、アルベール・ルブランにより1936年に峠が開通し、従来ヨーロッパアルプスで最高点だった。 ステルビオ峠を越えて1位となった。峠北部に位置する標高815メートルのブールサンモーリスを起点とした場合、水平距離で48キロメートルの地点にあたり、平均シ度は4.1%、標高差は1955メートル。スキーリゾート地として知られるバルデゼールから起算すると、水平距離にして15キロメートルの地点にあたり、平均シ度6%、 標高差は895メートルである。峠南部に位置する標高1399メートルのランスブールモンスニを起点とした場合、水平距離で32.9キロメートルの地点に当たり、平均点二パーは4.2%、標高差は1371メートル。ボヌバルシュールアルクからツールド・フランスにおいて、東峠が最初にコース設定されたのは1938年。 フェリシアン・ベルバックが最初に東峠を通過した選手となった。翌年、1939年には、ボヌバル・シュール・アルクから東峠越えのブール・サン・モーリスまでという個人、タイムトライアルの舞台として設定され、シルベール・マースが2位以下を4分以上引き離しての勝利を収めた。1996年のツール・ド・フランスでは、 第9ステージにてガリビエ峠と共に設定されていたが積雪による悪天候のため当日急遽コース変更が行われた。予定されていたバルディゼールからセストリエーレまでの 190km のコースはスタート地点がモネティエレバンとなりわずか 46km の工程に変更された。東峠1位通過選手は各機参照。ありがとうございます。